こんにちは、TBTV をご覧の皆さん、デラケンです。今日は意外とやってなかったランニングプッシュを教えていこうかなと思ってます。ランニングプッシュ、まあプッシュっていうのはこう、まあ漕いで進むことをプッシュっていうんですけど、まあ、ランニングプッシュっていうのは最初の1回目の踏み込みで板に乗って勢いをつけることをランニングプッシュって言います。で、このランニングプッシュの挑戦権は、まあ、プッシュができることと、まあ、ある程度そのチクタクとか基本的な乗り方に慣れてきたら挑戦するようにしましょう。それではやり方とコツ説明していきます。ランニングプッシュは、まあ、まずはランニングとは言うんですけど、ウォーキングからいきましょう。ウォーキングプッシュ、1歩目の踏み込むところは板を置くと同時にプッシュのいつもプッシュで置いてる足の位置に置けるようにしましょう。置いたと同時にまず止まってる練習でいいです。止まって置いたと同時に足の位置を、であとはただこれを一歩歩きながらできればできます。一歩歩きながら注意してほしいのは板は離さないでください。投げないで最後まで限界まで、で足の位置がこう添えられたらこれを一歩走りながらやると、ランニングプッシュになります。で、まあこれは本当に止まってまず押さえる、次に一歩歩いたタイミングで板に乗る練習で、最後に走ってこの練習をしていったらいいと思います。ターンの人は左手で、グーフィーの人は右手でデッキを持ちます。じゃないとバラバラになっちゃうんで、じゃあ例えばレギュラーの人が右手で板を持つと乗るときに乗りづらいです。逆に、レギュラーの人がこうグーフィーで乗ろうとしても体がよれてしまって乗りづらいので、それ必ずレギュラーの人は左手、グーフィーの人は右手でやるようにしましょう。注意点は必ずまっすぐ板を置くことです。まっすぐで、これまっすぐっていうのは進行方向に対してもまっすぐだし、あとはこのよれですね、板がこう横に曲がってる状態で板に乗りに行くと危ないので、必ず自分と板が一直線に並ぶようにしてて、トライするようにしましょう。あとは踏む位置をよく見てあげましょう。ネジの真ん中を見ながら、走ってる時は進行方向を見るんですけど、乗る時はこうチラッと板を見てあげて、しっかりいつも通りプッシュしてるところの足に置けるかっていうのを、まあ、ゆっくり練習していってください。以上、ランニングプッシュでした。今後も TBTV ではハウツー動画やスケートボードの動画を上げていこうと思っているので、もしよかったら高評価、チャンネル登録。SNS で拡散などしていただけたらありがたいです。以上、TBTV でした。ご視聴ありがとうございました。